では、外装フロントバンパーから見ていきます。無限のフロントリップが入ってますね。ちょっと動画だとわからないかもしれないですけど、ひび割れみたいな、まあ、塗装のひび割れみたいな感じで、リップの方はここら辺もかな、ありますね。まあ、目立たないです。全然目立たないんですけど、よく見るとあるかなっていう感じですね。あとは多少の飛び石なんかはついてます。まあ、パッと見た感じはこんな感じで比較的綺麗な方かな。で、ヘッドライト、まあ、一部ちょっと、曇ってるところは左側ありますけど、まあ、左右ともに比較的綺麗な方かなといった感じですね。で、ボンネットは、ホンダツインカムのカーボンボンネットですね。クリアも、綺麗に乗っていて、まあ、ここら辺ぐらいがちょっと、まあ、でも元々こういう色合いなのかな、こんな感じになってますね。で、グリルの方もカーボンの、グリルが装着されてますね。左のフロントフェンダーです。傷という傷はなさそうですね。で、ホイールが円形の18インチ、フロントのタイヤサイズはですね、235/40が入ってます。で、スリットローターですね。タイヤの方は、こんな感じで、溝はまだ結構残ってますね。ドアミラーで、助手席側のドア、まあ、この辺は特に大きく目立つような傷はないです。サイドステップ周り、細かな、飛び石なんかは、ついてますね。まあ、あとクリア傷的な感じですね。で、まあ、ちょっとここだけですね、傷つけて補修したんでしょうね。ちょっと補修の状態はよろしくないかなっていう感じです。左リアのドア、こちらは特に気になるようなところはなさそうです。で、へこみですね。フロントのフェンダーもリアのドアも大丈夫そうかな。はい、リアフェンダー、こちらも特に大きく目立つような傷はなさそうですね。リアのホイールはこんな感じになっていて、こちらもスリットローターですね。タイヤのサイズは225/40/18で、フロント同様タイヤの溝はまだまだ全然残っています。で、リアバンパー、この辺ちょっと傷がありますかね。で、ホンダツインカムのリアディフューザーがついてますね。ちょっとここが擦ったような跡があります。目立つような大きな傷っていうのはないかな。こんな感じになってますね。マフラーもホンダツインカム製です。で、まあ、トランク周りなんかも綺麗ですね。へこみなんかもなさそうです。リアウィングは純正ですね。こんな感じになっております。で、右リアフェンダー、こちらも綺麗ですね。で、リア、右リアのホイール、ホイールは比較的ガリ傷ないですね。右リアのドアも綺麗ですね。運転席のドア、こちらもまあ大きく目立つような感じの傷はないですかね。まあ、こういう細かいのはちょこちょこついてますよね。こういうサイドステップ周りとかこんな感じですね。で、へこみの方は大きく目立ってというのはないかな。はい、フロントフェンダー、こちらも綺麗な感じですね。外装はまあ9万キロですけど結構綺麗じゃないですか。ホイールも4本ともガリ傷らしいガリ傷はなさそうですね。ルーフです。へこみも傷も目立つのはなさそうですね。はい、以上 FD2 外装になります。